岡田幸子は日本のアイドル、歌手、タレント、女優である。本名は佐藤佳代。愛称はゆっこ。愛知県一宮市生まれ、同県名古屋市あ田たく育ち。名古屋市立高用高等学校を経て、堀越高等学校卒業。サンミュージックに所属していた。1984年に音楽賞などの新人賞を総なめにして、 ポスト松田聖子と期待されていたが、1986年に飛び降り自殺した。当時は若者の相次ぐ自殺が社会問題となり、ゆっこシンドロームと呼ばれた。1967年8月22日、愛知県一宮市にて二人姉妹の次女として生まれる。母親の帝王切開も検討されるほどの難産で、未熟児出産による命の危険や、 脳障害の可能性もあったが、異常はなかった。幼少期は、言語障害ではなかったものの、作業が全く言えなかった。1969年、2歳の時に、同県名古屋市厚田区へ引っ越す。幼稚園に入ると、姉が通っていた YMCA の体育教室に通い始めるが、運動神経のなさを自覚したという。小学生になると表現する職業に憧れ、 小学3年生の作文では画家、漫画家、小説家を挙げた。小学4年生から水彩画を習い始め、才能があれば将来は芸術大学に進む意思を母親に話していた。小学5年生の時、朝日新聞社主催の写生大会で入選。小学6年生の時、熱田神宮の写生大会で空児賞を取る。 中学生になると油絵や日本画デッサンを学び始め模写を描き残している。中学2年生の夏休みの課題ではファンである河合直子の肖像画を油絵で描いて校内で高く評価されその作品を河合本人に送ろうと考えていたという。一方で芸能タレントにも憧れを持っていた。小学2年生から合唱部に入り小学6年生の時に 地元のテレビやラジオ番組に出演。また、同じく小学6年生の時、学芸会の音楽劇、浦島太郎で、乙姫役を演じ、校長が見に来たほどだった。その役作りのために、テレビアニメ、ベルサイユのバラで、主人公の一人、マリー・アントワネットを研究していた。中学生になると、ホリプロタレントスカウトキャラバンや、テレビドラマなどの様々なオーディションに応募した。 名古屋を舞台にした連続テレビドラマ、中学生日記にエキストラとして出演したが、重要な役を任される矢先に降板している。1981年8月、姉が購読していた雑誌、高一時代に載っていたオーディション、ニコンフレッシュギャルコンテストに中学2年生で応募し、準グランプリに選ばれた。写真は月刊誌。 社落1982年3月号に掲載され、特大ポスターが全国各所に貼り出された。中学3年生の夏休みには、大阪城で開催された、日本中高生のためのカメラ教室の写真モデルになっているが、いずれも芸能界入りには繋がらなかった。1982年6月、前年に応募していたオーディション番組、スター誕生の予選会通知が 中京テレビから届いた。中学2年生で出場。中学3年生でデビューの計画から1年遅れの通知だった。担任教諭に反対される中、学校を無断欠席して名古屋地区予選に出場。北原沢子、マイボーイフレンドを歌い、決戦大会への切符をつかむ。しかし、家族にも反対されたため、12月の決戦大会出場を断念。 ハンガーストライキを起こし、自分の部屋に閉じこもる。数日後、芸能界入りの条件として、学内テストで学年1位になること、中部統一模2試験で学内5位以内に入ること、第一志望の名古屋市立高用高等学校に合格することを母親から提示された。学業成績が優秀でも厳しい条件だったが、猛勉強の末にすべてクリア。さらに、 地区予選に立ち会っていた芸能事務所サンミュージック専務福田時夫と番組プロデューサー金谷磯緒が家族へ説得したこともあり、1983年3月の決戦大会への出場を許された。3月30日、スター誕生。第46回決戦大会で中森明菜スローモーションを歌い、結果は後日発表されることとなった。 1983年4月、名古屋市立工業高等学校に入学。部活動はサッカー部のマネージャーだったが、スコアの付け方がわからず雑用係だった。それからしばらくして、スター誕生。決戦大会の合格が伝えられた。芸能事務所は、サンミュージックと、ケンオン、レコード会社は、キャニオンレコードとバップから指名され、サンミュージック、 キャニオンレコードとの契約が決まった。5月12日から名古屋を舞台にした映画愛子16歳のオーディションを受けるが、7月11日の第5次選考で落選している。1983年7月17日、名古屋を拠点とする霊能者で、生命判断士のおっき子によって、芸名岡田春子、岡田海洋子、岡田幸子が候補に上がった。春子は、 サンミュージックの先輩、桑田、康子と名前が似ている、佳よ子は、性格的に弱い名前で、厳しい芸能界では負けるとの理由で不採用となり、最終的に希望を有するで、岡田由紀子に決まった。8月25日、上京。サンミュージック社長、藍沢秀貞宅に下宿する。同居人には一年先輩の桑田康子と、スター誕生。 合格者の滝里美がおり、滝とは、ルームメイトとなった。芸能界での目標は、山口桃江や松田聖子のような、日本を代表するトップスターになることだった。9月1日、堀越高等学校へ編入。同級生には前室の桑田康子のほか、田中久美、石野陽子、本田美奈子、長山洋子、南野陽子、宮崎雅美、長瀬正敏などがいた。 10月16日から、ラジオ番組、飛び出せ。ポップシティ、里見瞳幸子の何かいいことないか子猫ちゃんの、パーソナリティとなり、タレント活動を開始した。11月18日、東京大学の学園祭、コマバ祭に、タレントとして初登場し、チャリティーオークションのアシスタントを行っている。12月18日、バラエティ番組、ヤンヤン歌う、スタジオに、 報道部のお茶組役としてテレビ番組に初登場した。岡田のタレント活動と並行してアイドル歌手デビューの準備が進められた。キャニオンレコードの音楽プロデューサー、渡辺雄三は岡田のイメージを六大学野球を見に行く山抜けのお嬢さんと定め、デビュー曲の制作を竹内マリアに依頼。デビュー曲候補である。 学園恋愛三部作及び t ィー n a イジラブをテーマとした合計6曲が提供された。1983年12月10日、竹内もコーラスとして参加する中、初めてのレコーディングが行われた。デビュー以降も竹内からの楽曲提供が続くこととなり、作詞のみも含めてお互い最多の11曲に及んだ。1984年、 休日が1日だけの多忙な年となった。1月10日、若年男性向け情報誌、スコラから初めての取材を受けた。3月11日、東京の明治神宮会学館前で、ラジオ番組のイベント、飛び出せ。ポップシティお菓子フェアが開催され、初めてステージに立った。3月20日から4月8日まで、ティーパーティー形式のファン交流会。 集まれゆきこフレンズが名古屋を皮切りに全国7都市で開催。3月25日放送の音楽番組ザ・ヒットステージ。4月14日放送のバラエティ番組ヤンヤン歌うスタジオと音楽バラエティ番組アイドルパンチで歌手として初めてテレビ出演した。4月21日シングルファーストデートでメジャーデビュー。キャッチフレーズはいつまでも 一緒にいてね。素敵の国からやってきた、リトルプリンセス。名古屋では、グラビア雑誌、ボムによる密着取材の中、日産ギャラリーのキャンペーン、中日スポーツ記者からの取材、CBC ラジオ東海ラジオ FMI1 の番組ゲスト出演など、10時から23時まで芸能活動を行っていた。歌手デビュー後は、サンミュージックの先輩、松田聖子と比較され、 岡田幸子は第二の松田聖子、ポスト聖子の第一候補と言われるようになった。それに対し、自分は自分だから松田聖子のモノマネにはなりたくないと語っている。また、インタビューで目標とする歌手は誰かと問われ、岡田幸子と答えていた。5月31日、音楽番組ザ・ベスト10のスポットライトコーナーに菊池桃子と共に初出演。 この時の方角ランキングは21位だった。司会の久米博からは、デビュー曲、ファーストデートを、ファーストレディ、黒柳哲子からは、芸名、岡田由紀子を、岡田紀子と間違えられている。7月29日、サンミュージック公設ファンクラブを結成。京王線新宿駅で1日駅長を務めた後、8両編成の特別列車、 リトルプリンセス号でファン2500人と会場の読売ランドに移動。会場では4000人のファンと結成式を行った。9月24日に大阪、9月30日に東京で岡田自身初のコンサート、恋はじめましてが開催された。10月8日から翌1985年10月7日までラジオ番組、ちょっとお預けが放送。この番組は、 岡田の希望によりコーナーは設けられず、楽曲選定を岡田自身がすべて言っていた。10月15日に音楽番組ザトップ10で8位、10月18日にザベスト10で10位となり、歌手になってからの目標10位以内での出演を達成した。この年は新人賞を吉川浩二、菊池桃子、小木の目洋子、長山洋子、サリー、 一世風美セピアラと争い、日本レコード大賞最優秀新人賞をはじめ、音楽賞などの新人賞を相な目にした。日本歌謡大賞ほか5つの最優秀新人賞は、吉川と同時受賞した。1985年2月9日14日15日、グラビア雑誌、ボムとダンクによる長時間の密着取材を受けた。体調不良のために途中で病院の診察を受け、 風と過労の診断にもかかわらず、点滴を打ちながら、イベント出演、テレビや、ラジオ番組の収録、ドラマ撮影、取材などを行った。ダンクの記者からは、その忙しい毎日は、私たちの体力では無理との感想が出ていた。3月25日から5月26日まで、全国コンサート、ハートに、キッスが札幌を皮切りに、全13都市で開催された。 岡田自身の曲だけでなく、小泉京子や中森明菜、河合な怒らのヒットメドレー、マドンナ、ライク・ア・バージンなどを歌った。4月3日の名古屋では、岡田の母親と小学生時代の恩師が鑑賞している。6月5日から1週間、高校の修学旅行で北海道に滞在する予定だったが、3日目の6月8日にヨーロッパへ出国。スイスのチューリヒから、 アルプス山脈のユングフラウヨッホを経由して、ジュネーブまでを鉄道で回り、プロモーションビデオや写真集、CM などの撮影を行った。ユングフラウヨッホでは6月で気温が氷点下10度のため、1分ほど撮影して、体を温めることの繰り返しだった。6月23日に帰国。7月25日から10月26日まで全国コンサート。 ファンタジアンが新宮グを皮切りに全23都市で開催された。11月5日から放送の連続テレビドラマ、禁じられたマリコで初主演。その撮影はコンサート期間中の9月19日から12月末まで毎日のように行われた。スケジュールの関係で8時間休憩がなかったり、時には撮影が深夜に及ぶこともあったが、岡田は NG を ほとんど出していなかったという。1986年1月29日、シングル、唇ネットワークが発売され、オリコンチャートで初登場1位となった。作詞は、妊娠により活動休止中だった松田聖子の初提供、作曲は坂本隆一という異色のコンビにより誕生した。その際に、松田が自らでもテープを制作し、 坂本と共に録音スタジオを訪れている。この楽曲は、沢口康子をイメージキャラクターとした金棒化粧品、レディ80バイオカラーネットワーク、86年春のバザールの CM ソングとして使用された。2月11日から3月2日まで、握手会イベント、唇、ときめきネットワークが、前後都市で開催され、初日の東京では2部構成で4000人のファンを、 動員した。3月3日、堀越高等学校を卒業。4月4日、下宿していた相沢社長宅を出て、東京都港区南青山のマンションで一人暮らしを始めた。ここはオートロック方式のマンションが見つかるまでの仮住まいだった。4月5日、全国コンサートハートジャックがスタート。4月5日の東京と4月6日の名古屋の二都市が行われた。 4月10日からは、テレビ朝日、月曜ワイド劇場、家出少女のドラマ収録なども控えていた。ハートジャックがスタートして3日後の1986年4月8日、自宅マンションでリストカットを行いガス自殺未遂。2階上のマンション住民がガス臭に気づき、管理人が110番と東京ガスに通報した。レスキュー隊が駆けつけた時、岡田は、 押し入れの下段でうずくまり泣いていたという。北青山病院で治療を受け、当時東京都新宿区四谷にあったサンミュージック本社に戻った直後、12時15分に本社ビルの屋上から飛び降り自殺した。去年20。遺書と見られる鉛筆書きの便箋が残されていた。4月9日午後に、ヨハ旗斎場でダビに付された。4月10日。 高戦時でサンミュージック社僧として、葬儀、告別式が営まれ、最優秀新人賞を争った、吉川浩二番組で共演した、ロックバンドサリーの杉山洋介と、岡田直岡田がファンだった菅広氏をはじめ、井森みゆや倉沢厚美、同級の小木の目陽子ほか、業界関係者や3000人ものファンが参列した。岡田の故郷でも、4月11日に、 新州大谷花小屋別院で4月15日に見、長寺で、国別式が行われた。法名は、有学院尺に加保。墓所は、青万寺。1987年7月、岡田の直筆で書かれた、死、芸歴や受賞歴、サンミュージック社長、藍沢秀貞の哀悼の意が刻まれた、記念碑が墓に混流された。 ポスト成功を期待されたトップアイドルの突然の自死は芸能界のみならず社会に大きな衝撃を与えた。1986年4月8日事件の直後に現場へ駆けつけた放置新聞記者細貝武氏と芸能リポーター梨本勝の取材に対しサンミュージック専務福田時代は岡田が何に悩んでいたかはわからないが 感情の起伏が激しい子だったと答えた。今の特集号に載った遺体写真は細貝が撮影したものである。その一方で、朝日新聞は担当者が皆岡田のことを知らなかったため、自殺未遂発覚の時点では記事にしない予定だった。当日夜に放送された報道番組、ニュースステーションでは、岡田の死について一切触れず、番組終了時にメインキャスター、久米博氏が、 連鎖反応を起こす心配があるので、今日は自殺の報道を控えましたとコメントした。4月9日、すべての放送局で事件が取り上げられた。報道番組やワイドショーは、現場の遺体をそのまま放送したため、視聴者に衝撃を与えた。ウェルテル効果と見られる若者の相次ぐ自殺が顕著となり、ゆっこシンドロームと呼ばれた。芸能界では4月8日14時。 岡田が初めてレギュラー出演したバラエティ番組、ヤンヤン歌う、スタジオで4月13日放送分の追悼特集が収録され、司会のあの音の音が、岡田の人柄について語った。4月15日に収録された4月20日放送分では、岡田を可愛がっていた共演者の近藤正彦と中森明菜が思い出を語るとともに、視聴者に対して自殺を思いとどまるよう訴えた。 4月10日、音楽番組ザ・ベスト10のエンディングで黒柳哲子が視聴者に向けて救世を惜しむコメントを涙ながらに語った。4月19日、北極に近いカナダのレゾリュートに滞在していた泉雅子は自分自身の身近な目標と頑張るという意志を持てば毎日がもっと楽しくなる。あなたの北極点を持ってほしいと呼びかけた。 4月20日放送の音楽バラエティ番組、火曜ドッキリ大放送。では、収録の4月4日に、岡田が出演していたため、収録日と哀悼の意を表すテロップが表示された。4月21日には、サンミュージックの先輩、森田健作が、ワイドショー、おはよう、ナイスデーの緊急特集に出演し、若者に後追い自殺をやめるよう訴えた。岡田の死は、 国会でも取り上げられ、4月9日の衆議院文教委員会では、枝さつきの質問に、文部大臣、海部都市記が答弁した。同年2月1日に、中野富士見中学いじめ自殺事件が起こっていたこと、若者の自殺の連鎖が止まらないこともあり、4月25日に、衆議院文教委員会と参議院特別委員会で、青少年問題として議題に取り上げられ、 最前作を審議することとなった。1986年の日本国内における若者の自殺は800件を超えた。初7日が過ぎても死を悼むファンの輪が現場から消えることはなかった。予定されていた4月12日の豊橋公演ではサンミュージックの先輩、早見優がアメリカでの仕事をキャンセルして代役を務めた。鶴岡公演では 森田健作が伊藤司と共に大役を務め、大阪公演は中止となった。5月14日に発売予定だったシングル、花のイマージュとコンサートの模様を収めたビデオは商品化が中止となった。これはサンミュージック側が予定通りの発売を要請したのに対し、キャニオンレコード側が難色を示したためである。花のイマージュは13年後の1999年、 CD アルバムメモリアルボックス内に収録されたが、コンサート映像は2021年現在も商品化されていない。書籍でもアルバムと同名の写真集ビーナス誕生が4月4日に発売されたばかりだったが、すべて回収された。また、雑誌中一時代では1986年4月号から岡田が執筆した小説を連載予定であったが、打ち切りとなった。 オリコンは4月28日号を緊急追悼号とした。その一方で、岡田のプロマイドの販売は続けられ、ランキングの上位5位から落ちたことはなかった。プロマイド販売店、マルベル堂、常務、サンツサワヒロシは、第二の赤木慶一郎になるだろうと語った。自殺の原因については、様々な噂が出たものの、真相は不明である。 岡田が相沢拓で下宿していた時期と重なる桑田安子、滝里美、橋本美香子は女性週刊誌、週刊明星の取材で、岡田の多忙による睡眠不足や男性との交際が苦手だったこと、好きな芸能人については語ったものの、岡田が悩んでいることには気づかなかったという。2000年には岡田の元チーフマネージャーであった取締役制作部長が首吊り自殺をしている。 2013年12月10日放送の単発特別番組枠カスペではサンミュージック社長相澤の死去までの10日間を追ったドキュメンタリー独占昭和芸能界の真実アイドル発掘王相澤秀貞が特集され伝説の美少女アイドルとして岡田の話題も取り上げられたそこでは相イが岡田の死を止められず生涯悔やんでいたこと岡田が サンミュージックの後輩、坂井の子にプレゼントしていた写真パネルを社長室に飾っていたこと、毎年手帳を新調するごとに、岡田の写真を表紙裏に貼って絶えず持ち歩いていたことが紹介された。没して、なお忘れられず、慕われ続けている理由について、岡田と同じ1967年生まれの南野、陽子は、誰かと結婚したわけでもない。劣化したと思われることもない。 絶対に裏切らない永遠の18歳だからではと述べた。岡大楽曲を提供した竹内マリアはシングルの売れ行きだけなら上回った人は何人もいる。しかし、爽やかに登場し、さあこれからという時に立った3年で姿を消した歌手というのは空前絶後。ファンに夢を運び、純粋にアイドルを応援する喜びもファンに与えたが、 同時に、アイドルがアイドルでいることの難しさや孤独を投げかけた。いなくなって、さらに存在が大きくなった、稀有な存在と評した。岡田と同じ1984年に、歌手デビューの荻野目陽子は、2020年現在も、墓参りを続けている。音楽評論家の高橋治は、字は高も素とっぽさが、売りのニャンコクラブが、人気絶頂。岡田幸子ともに、 プロのアイドル歌手の時代も終わってしまったのだと評した。中森明菜は、有敢富士で担当していた連載エッセイ、可思議歌姫第21回で、自分に何かしてあげられることはなかったのか、今でも悔やまれると記した。永遠のアイドルとしたうファンからの喧嘩が絶えることはなく、正月命日には、午前や現場に、ファンが集まりありし、火を忍んでいる。島倉理科、小林朝日など、 没後に知って、ファンになったという者も,もいる。ありがとうございます。